いよいよ決まりました。はい。大晦日の相手、引退試合、澤選手。はい。まず率直なお気持ちからお伺いします。嬉しいです。はい。嬉しい。俺にリベンジの機会を与えてくれて。はい。やり残しだからね。澤には勝っとかないと。はい。2回負けてるんで。向こうは自分の方が強いと思ってるけど、俺は用意ドンで始めれば俺の方が全然強いからねと思ってるし、向こうも分かってるよ。俺と一発目でやったら嫌だ、嫌がってたじゃん。第一試合で当たりたくねえっつって。トーナメント内での2戦2敗というのは、うん、こう自分の中では一つも不安にならない感じですか？全然不安に遅いやんだから、うん。当たり前じゃないですか。全然あるよ。倒すためにほら前言ったじゃん、大晦日俺マイク・タイソンになるよって。ずっと前に言ったでしょ。でもやっぱマイク・タイソンやめた。今日話してたんだけど、マイク・タイソンじゃねえなっていう話になったのよ。もうちょっと華麗な感じがいいなと。昨日もたまたまビデオの整理をしてたらアーネスト・ホーストの試合が出てきてさ、今日ずっとアーネスト・ホーストの試合見てたんだけど、やっぱりアーネスト・ホーストのように俺はなりたいなっつうか。でちょうど見てたらアーネスト・ホーストとアンディ・フグがやって、アンディ・フグをホーストが倒してたわけよ。まさしくホーストは俺で、アンディ・サワーがアンディ・フグなんだなみたいな、そういう風に感じちゃった。ただ、まあ、この前の大会ではこうペトロシアが優勝して、うん、マサさんこう行かれたわけじゃないですか、うん、あの時のこう気持ちって結構やっぱ高ぶっていったわけ。それはもうそれは空気読んださ周りの。俺はアンディサーとやりたかったけど、俺はやっぱなんか空気的にはペトロシアに行かなきゃいけないでしょ。それがこうなくなったことについてはどういう。いやそれはだから俺にサワーにリベンジしろってことでしょ。運命でしょ。俺強運だから、強運。最後にそういうチャンスくれたんでしょ。俺が澤だったらやらないもん、絶対やる必要がないもん。2戦2勝だったらあえて向こうも来たもんね、やる意味ないのに。俺だったらそう思うよ。2戦して2回勝ってたら俺も自信あるしね。格闘技人生に終止符を打つっていう試合でもあるわけじゃないですか、うん。そういう、なんていうか、思いっていうのはない。いや、全然全然、もう最後だとか、全然、最後の挑戦だからね。楽な試合して引退試合って形式的なだったらいいけどさ、だったら最後だなとか思うのかもしれないけど、これは挑戦だから、全然もう最後だ、寂しいとか、そういう気持ちは終わらなきゃ出ないよね、絶対。だって最高にきつい練習するって言うんだよ、今から。今までで引退の会見でも言った時に、一番強い時に最強の形で辞めるって、それを実践してるだけで全然名残惜しくないもんね。麻生さん、なんでその挑戦を選ぶんですか？もうずっと挑戦でしょ、俺の格闘家人生。昔はさ、キックボクシングの頃は K-1 ヘビー級ふざけんなよって、挑戦じゃん、俺の方が絶対面白い試合するって。ヘビー級に挑戦してさ、でマックスできてさ、で日本人トーナメントでさ、そこで挑戦してチャンピオンになってさ、クラウスにやられてさ、またクラウスに挑戦してさ、でチャンピオンになってさ、でそれからずっと勝てなくてさ、で去年までずっと挑戦してたし、最後まで挑戦よ。世界チャンピオンのタイトル持ってるわけじゃないですか、2つも、まあ、うん。その王様、過去だからね。王様は挑戦するっていうのがこういや俺挑戦しないと終わっちゃうよ。やめた後も挑戦だと思ってるからね、人生においての。やめてからも挑戦、つか逆にやめてからの方がもっと挑戦と思ってるからね。ちなみに正さんですけど、K-1 っていうのはどういうものだった？ K-1 とは青春。 K-1 だから、まあキックボクシング、まあ始めて18からだからね、12年青春時代でした。
と言いたいよね、年取ってからさ。甘酸っぱく苦くもあり、楽しくもあり青春でしょ、めちゃくちゃ。大変なこともいっぱいあったけど、まあそれも全部人のために頑張ったわけじゃないからね、自分のために頑張ったし、それはチャンピオンになりたかったよね、もちろん一番になりたかったっていう、世界チャンピオンになりたいと思って、それはもうずっと10代の頃から思ってたし。でもいいんじゃない、自己満足で俺が満足すれば。今振り返るとどうですか、昔の自分って。いや、きつかったよきつかった、きつかった。昔はね、怖くて怖くて練習ばっかしてたからね、それでオーバーワークになって余計疲れて精神も病んで、だけど今は分かってるから、疲れたら寝る、練習はしないそれが一番って練習はね、やりすぎてもしょうがないからね、もうよく分かってるから。これが30歳になったらそのさ、自分のことを20歳の頃とは違うよね、そういうテクニックを身につけたしさ。30歳スポーツ運動選手にはもう一番いい時でしょ、ね、能力的にね。精神的にも30じゃないですよ精神的には40ぐらいそれはね、昔から言われてるの、プラス10歳で考えるって。まあ俺の大晦日の試合のイメージはもうとにかく、まあ5ラウンド全速でいって全速でいける体を作るっていうことが目標なんで、もう1ラウンドからもうラッシュしても疲れない体を作ってくるつもりなんで、まあ、もちろん倒すつもりいますけど。噛み合う感じでやっぱりですかね。バリバリ噛み合うでしょ、試合は。噛み合うけど、当時やった時の俺と今の俺はパワーが全然違うからね、スタミナも違うしね。できればフルラウンド戦いたいっていう。うん、倒すよ。倒せる時に倒す。最後の後、ファンに向けてのメッセージがあれば。まあいい年越しを迎えたいなら僕の試合を見に来たらいいんじゃないかなと。試合数多いですけど、僕できっちり締めるんで、最後納得いく終わり方をさせるんで、損はさせないと思います。どうしよう、俺前座だったらそれで